皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。コードソロに興味のある方、ジャズのコードを覚えてもなかなかアドリブに活用することができないという方いらっしゃいませんでしょうか。今回はそういった方のためにコードソロが上達するためのポイントをバラス系、ズラス系、タス系の3つに分けて紹介していきたいと思います。コードソロをしっかりと音楽的に弾くためには、やはりリズム、音作り、アーティキュレーション、ダイナミクス、弾き方といったことも関係してくるんですけども、今回は音の選び方というところに着目して進めていきたいと思います。ここで紹介する3つのテクニックなんですけども、いくつかのコードを知っていると応用することができる、誰でもできる簡単なテクニックです。そして動画の最後はですね、これからさらにコードソロを進めていきたい方のために、僕が思うコードソロの極意も紹介したいと思いますので、最後までゆっくりとご覧ください。では早速いってみたいと思います。今回ここで取り上げるコード進行なんですけども、キーが C メジャーを想定して Dm7G7Cm7 というコード進行です。コードの度数で分析するときには 2m7、5m7、 そして 1m7 というふうにも分析されるんですけども、このコード進行はですね、 On the Sunny Side of the Street、 サテンドール、フライミートゥーザムーン、オールオブミーといったキーが C でよく演奏されるジャズスタンダードでも品質ですし、あと他のキーでも演奏されるI'll Close My Eyes、酒とバラの日々、There Will Never Be Another You といった曲にも出てくる、すごく大切なコード進行になってきます。ではここで使っていく3つのコードボイシングを紹介したいと思います。まず Dm7 のコードなんですけども、この形 Dm7 9th というコードで、2弦の5フレットを小指で、3弦の5フレットを薬指、4弦の3フレットを人差し指で、そして5弦の5フレットを中指で押さえています。続いて G7 のコードなんですけども、 G7 にはこのコードを使います。このコードは G7 13th というコードで、2弦の5フレットを小指で、3弦の4フレットを薬指、そして4弦の3フレットを中指で、6弦の3フレットを人差し指で押さえています。そして C メジャー7のコードボイシングなんですけども、この形を使っていきたいと思います。小指が2弦の5フレット、そして3弦の4フレットを中指で、4弦の5フレットを薬指、そして5弦の3フレットを人差し指で押さえています。もう一度言ってみたいと思います。 Dm7 9th G7 13th、 そして C のメジャー7です。この動画を見る前にこのコードにしっかりと慣れていきましょう。あとですね、この指使いについてなんですけども、また後の方で紹介しようと思うんですけども、このような指使い今してるんですけども、これを弾くときにですね、小指が2弦の5フレットに常にあるということを意識しながらやっていくと、簡単に覚えていけるんではないかなと思います。では早速1つ目のバラス系について言ってみたいと思います。それでまずバラス系のやり方をですね、この Dm7 を使って紹介していきたいんですけども、まあ、この言葉が表す通りバラして弾いていくということなんですけども、やはりこのコード、新しいコードを覚えるとですね、こうジャーンと弾いてしまうことが多いと思います。でこれも一つブロックコードのような感じで弾く大切なポイントだと思うんですけども、こういうふうにだけ弾いてると発展性がないので、まずですね、このバラして2音ずつ弾いていくということをやっていきましょう。そうするとこのような2音も弾けますし、このような2音も弾けます、このような2音も弾けますし、こういう風にも弾くことができます。こういう風に弾くこともできます。でこれはもう本当に今任意の音、2音を取り出して弾いてるだけなので、この響きがこのような感じで、作ることができます。もちろんこれが G7 13th のところでも使えますし、このような感じで、C メジャー7のところで使うこともできます。そうするとですね、これにしか聞こえなかったものがというような感じで、こうダーンダーンダーンのような響きで作ることもできますし、あとはちょっとこのね、5度が あまりこう響きとしては豊かではないんですけども、こういうこともできると思います。あとは、こういうこともできますし、これもできます。これもすべてこのC メジャー7、すみません、Dm7 9th G7 Cm7 のこのボイシングの中の音をですね、2音ずつバラして弾いてるという感じになります。
でもちろんこれを3音ずつ弾いていくこともできます。そうするといろんな音を作っていくことができます。例えば G7 であればこんな感じで弾くこともできますし、 C7 すみません C メジャー7このような感じで弾くこともできます。そうするとちょっとただこういう風に弾いているだけよりも動きをつけることができるので、このバラス系もぜひぜひ試してみてください。ちなみにこの弾き方なんですけども、指で弾いてこの2位の2音だったり3音だったりを弾くというやり方もありますし、あとはこの左手の押さえる指をですね、もう実際にそのコードのボイシングの中からの2音を取り出すというような感じで実際にこう分けて弾いていくというやり方もあるので、その辺は各自いろいろと工夫してみてください。では、2つ目の、ズラス系についていってみたいと思います。このズラス系なんですけども、またこの名前が表す通りコードの形を、ずらしたりするだけで、こう動きをつけていくというテクニックなんですけども、このテクニックの元になっているのはですね、アプローチノートというテクニックです。以前、ジャズスタンダードの人気曲枯葉を使って枯葉のコード進行で、アプローチノートを使いながらベースラインを作っていく動画も公開していますし、メロディーにアプローチノートを加えていくということも紹介した動画がありますので、そちらの方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておくので、もしよろしければぜひぜひチェックしてみてください。でこのズラス系なんですけども、もうこの名前が表す通り、このような感じでコードの形をですね、そのままずらしていってこのメロディーにですね動きをつけていきます。このテクニック、例えば半音一つ下から弾くこともできますし、半音一つ上から弾くこともできます。もちろんという感じで、半音二つ下から弾くこともできますし、挟み込むような形でこのような感じで弾くこともできます。これ本当にですね、いろんな発展性を持たせることができるんですけども、先ほどのバラス系と混ぜるとですね、あ、すいません、こうですね、すごく本当にこの一つ形、一つというか、まあそれぞれのコードに一つの形なんですけども、使いながら発展させていくことができます。でこれちょっと気をつけた方がいいのが、ちょっと頑張りすぎてですね、アプローチノートを例えば3つとか4つとか入れるときに開放弦が入ってしまったときにはですね、ちょっと分かりにくくなってしまうので、これで全部で 1,2,3 3つのこうコードを入れてこの C のメジャー7のコードにアプローチするときなんかはこう慣れないときはですね、こう開放弦を人差し指で押さえているような感じでやっていく。でそれに慣れてくるとだんだんこう指を変えていくっていうのも、やっていくとですね、慣れていくことができるので、その辺ぜひぜひやってみてください。ちょっといくつか弾いてみたいと思います。1,2,3,4 も入れてみたいと思います。というような感じで、クロマチックの、こうズラス系を使ってですね、いろいろと発展させていくことができます。では、最後3つ目を紹介したいと思います。この3つ目はですね、僕は、すごく大切だと思っているんですけども、コードソロがなかなかうまくならない人の大きな特徴で、コードの形だけを覚えて、本当にそれだけで何かをしようというふうに、考えることが、多いんですけども、そうしているとなかなか発展することができません。でそこですごく大事なのは、コードと今自分が弾いているキーのスケールだったりとか、フィットする音をしっかりと意識しておく。要はコードと、メロディーをしっかりとつなげて考えるということが大切です。で、この、今回紹介している Dm7、G7、Cm7 なんですけども、ドレミファソラティドレミファソラティドという感じで、
C のメジャースケールの音は、しっくりくるような局面だと思います。もちろん他のスケールを使うこともできるんですけど、ここではこの C のメジャースケールを想定して、話を進めていきたいと思います。それで、このタス形なんですけども、ズバリも本当にこのコードの音にスケールの音をですね、例えばというような感じで、このコードの音の E の音だったら上の F の音だったり下の D の音を足したりして、メロディー自体、コード自体にですね動きをつけていくという手法です。そしてで今回ここで紹介しているコードのボイシングなんですけども、すべてこの E の音がトップに来ているので、今のような形で E、F、E、D、C、E というような感じで、ハーモナイズしたり、音を足すことができます。もちろんというような感じでこのコードの、ボイシングの上にですね、メジャースケールの音を足していくこともできます。ちょっとね指使いがなかなか、難しくなってはくるんですけども、このような感じで音を足すとですね、最初のすごくシンプルなトップに動きのないコードのソロがですね、このような感じで動きをつけることができます。でここでは C のメジャースケールだけを想定して弾いたんですけども、もちろん C のメジャースケールではない音なんかを想定して弾くと、なんか動きをつけることができますよね。ですね、皆さん C のメジャースケールの音を足すことになれたら、いろいろと各自工夫してやってみてください。こうして3つのテクニックを紹介してきたんですけども、最後は、僕が思うコードソロの、極意を紹介していきたいと思います。極意というかですね、練習の方法だったりとか、どのようにしてやっていくと、自分のコードソロを発展させていくことができるかということを、ポイントにちょっと進めていきたいんですけども、まずですね、ズバリ極意はですね、どんな音でもハモれるようにしておくということです。ちょっとやってみるとですね、例えば、Fly Me to the Moon でいってみましょうか。そうすると、というような感じで、コード進行が流れています。で、これ最初の、4小節のメロディーなんですけども、最初が Am7、Dm7、G7、Cm7 でした。で、このどんな音でもハモれるというふうにするためには、例えばいろんなコードのボイシングとかをしてないといけないんですけども、という感じで、自分が聞こえているドティラソファソラドティラソファミというコードをですね、コードじゃないすいませんメロディーをですね、という感じで、今みたいなハモり方もできますし、あとはいろんな音をつけていくことができます。こんなこともできますよね。なので、とにかくですね、このメロディーの音をどんな音でもハモれるようになっておくというのがすごく大事なんですけども、そのおすすめの練習方法がですね、やはり、自分が好きなギタリストが、できればですね、自分が大好きな、ジャズスタンダードを演奏しているバージョン、なおかつコードソロといったような感じで、今回ここで紹介したようなコードでハモっているような、演奏があればですね、それを、耳コピするということをおすすめします。でこのコードを耳コピするというのはすごくすごく難しいんですけども、僕自身やはり最初コードを音を聞き取るのはすごく難しくてなかなかできなかったんですけども、まず、ドロップ2、ドロップ3、クローズボイシングといった
基本的な、コードのボイシングをですね、例えば、こう教則本なんかを見ながらとか、あとコードの、コードディクショナリーなんかを見ながら、覚えていくと。例えば今回ここで紹介した Dm7、G7、Cm7 であれば、ドロップ2というコードは、このような感じで、2、3、4、5弦で弾くことができるんですけども、それに慣れたら今度はこのような感じで、今ちょっと、それぞれのなんて言うんだろう、コードの、あのボイシングを弾いてるというよりはコード進行に合わせて、動かしていったんですけども、そんな感じで Dm7、Cm7、こうですね。そんな感じで、覚えていくとですね、耳コピするときに、あ、この響き、どっかで聞いたことあるな、あ、あのコードだったんだっていうこともあると思いますし、そのコードをバッと弾いたときに、なんか、ん、ちょっとすごく合ってるんだけど何か一音違うかなっていうことは、じゃあ例えばコードの中のこの一音、ボイシングの中の一音をですね変えることで、その、鳴っているコードを見つけることができると思います。あと僕自身やはり最初はすごくコードの音を聞き取るのはすごく難しかったので、例えばあるギタリストの、まあ動画とかがあればですね、まあその当時は VHS のビデオだったんですけども、そういうのを見ながら左手の位置を確認してどういう形を弾いてるんだろうっていうふうにですね、目からコピーしていくということもかなり、役に立ちましたので、そういったことをですね活用しながら、全ての音がいろんなコードのボイシングでハモれるようになったら、今度はですねどの音をハモるかとか、どういう感じで音の数を増やしていくかとか、そういったところにもですね、新しくこう視野として広がっていくと思うので、まずは、全ての音を、メロディーの音をハーモナイズできる、ハモれるということを、目標にコードソロを頑張ってみてください。今回の動画は以上です。今回はこうしてコードソロの3つのポイントと僕が思う極意と練習方法を紹介しました。僕がですねやはりそのコード、ソロをやるときに、常に、インスピレーションとして聴いているのは、おすすめのギタリストは何人かいます。ジョーパス、バーニー・ケッセル、ジョージ・バーネプス、テッド・グリーン、そういった、あとですね絶対に聴いていただきたいのはジーン・バートン・シーニー、この5人のですね、おすすめの、音源なんかも、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。メンバー限定の動画やライブ配信をしている YouTube のメンバーシップをやっています。もし興味のある方はですね、下のメンバーに入るボタンを押して詳細を確認していただけると嬉しいです。この動画をご覧になって参考になったなという方はいいねボタン、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。